ウォルト・ディズニー・カンパニー、ウォルト・ディズニー・スタジオ、マーベル・スタジオ、マーベル・ TV スタジオ、マーベル・アニメーション、マーベル・アニメーションは2008年1月25日に設立されたアメリカのアニメ制作会社。マーベル・エンターテインメントは新子会社の社長にエリック・ロールマンを任命した。この新子会社はライオンズ・ゲートとニコロ・デオンと共にアニメーションを制作している。 マーベルスタジオの部門であるマーベルテレビジョンの下で運営されていたが2019年12月にマーベルテレビジョンがマーベルスタジオと合併する形となった。マーベルコミックスグループは1966年にグラントレイ・ローレンスアニメーション制作のアンソロジーシリーズザ・マーベル・スーパー・ヒーローズで初めてアニメーション分野に参入した。マーベルは1980年までに グラントレイ、ローレンス、ハンナ・バーベラ、デパチエ、フラレング・エンタープライゼスと共に他のアニメシリーズに参加した。1980年、ケイデンス・インダストリーズはマーベル・プロダクションを形成するマーベル・プロダクションは1989年にニューワールド・ピクチャーズと合併し、1993年にはニューワールド・アニメーションとなった。マーベル・エンターテインメント・グループは、 社長のアービーやラットの下で新部門のマーベルフィルムの準備をした。マーベルフィルムズアニメーションが設立され、1994年に単独でスパイダーマンを制作した。その後ニューワールドアニメーションとサバンエンターテインメントが参加し、最終的に制作を引き継いだ。1996年8月、マーベルエンターテインメントグループはマーベルスタジオを設立した。2004年、 マーベルコミックの新たな親法人であるマーベルエンターテインメントは、子会社のマーベルアニメーションフィーチャーズのもとで8本のオリジナルビデオアニメ映画を共同制作するためにライオンズゲートと契約を結び、エリック・ロールマンが雇われた。2008年1月、アニメーションやホームエンターテインメント市場に参加し、ライオンズゲートやニコロデオンで協力するためにマーベルアニメーションが設立された。 2008年4月、マーベルエンターテインメントは、エリック・ロールマンを社長に任命した。2009年初頭、ザ・スーパー・ヒーロースクワット賞の契約を、シャウト・ファクトリーと結んだ。4月、シャウト・ファクトリーと共同で、マーベルナイツ・アニメーションシリーズを制作することが発表された。2009年12月31日、ウォルト・ディズニー・カンパニーが40億ドルで、 マーベルエンターテインメントを買収した。ディズニーは、現在の契約の期限が切れたら、将来自分のスタジオとマーベルアニメーションのプロジェクトの分散を検討すると述べたが、ライオンズゲートや、その他の制作会社との既存の契約に影響を与えないと述べている。2010年6月、マーベルスタジオは新部門、マーベルテレビジョンを設立し、マーベルアニメーションはその参加となった。 2010年7月、マッドハウスと共同制作によるマーベルアニメの制作を発表した。各作品は、それぞれ12話構成で、日本では、アニマックス、アメリカ合衆国では、G4 で放送された。マーベルアニメ、編集詳細は、EN、マーベルアニメを参照。マーベルアニメーテッドユニバース作品のすべては、マーベルとライオンズゲートの子会社である。 MLG Productions により制作され、ライオンズゲートよりオリジナルビデオとして発売された。マーベルとライオンズゲートは8本分の契約を結んでおり、2011年までにそのすべてが発売された。マーベルナイツアニメーションは様々な漫画家によって作成されたハイブリッドコミックアニメーションシリーズである。iTunes のデジタル配信と Shout Factory からの DVD 発売がされている。 ありがとうございます。